ちゃん。こんにちは。はい、伊坂さん。はい。結果が出ました。結果出たね。はい。はい。結果っていうより、伊坂さんの予想に対する結果が一番こう向かって右側に書いてありますが、はい、ね、うん、まあほぼほぼ当たりだよ。ほぼほぼではない、半分です。まあまあ確かにね、はい、うん、まあ、半分は当たったということで、うん、まあ大事なところはここを、こういうところをこう当てるというね。はい、あとあれですよね、ここも当てないかんかったけど、まあそうですね、うん、あとは結果が伴わなかったけれども、うん、内容に触れていたことで当たっていたこととかもありましたね、うん、まあそうだね、西武と DeNA はもう打撃戦、壮絶な打撃戦になるっていうふうに予想してて、うん、まあ確かに打ち合いになったよね。なりましたね。ただね、その西武の方は、はい、打ち合いの中でも愛藤、山田、岸、こういう人間がよく頑張ったよね、うん、まあ選手層が今薄いというふうに言われてて、はい、で怪我人も病人もいてっていうようなことでね、はい、まあそれでその中で西武はまあ本当によく頑張ったと思うよね。で一方 DeNA、はい、やっぱ若手のピッチャーがちょっとこの前褒めてたんだけど、ちょっと不甲斐なかったね、うん、で不甲斐ない理由の一つにさ、まあ、谷繁も言ってたけど、一つの球種を打たれるとその球種を使わないような、うん、そういう傾向が出てきてて、でその自分たちが勝手に窮屈になってるというね、はい、いうことを言ってたね、うん、でオースティンの怪我も3戦目痛かったね、うん、まあ、そういうところから、まあ、2勝1敗のセーブというふうになったよね。はい、はい、でロッテ、はい、ヤクルト当たり、はい、2勝1敗 で、ね、でロッテが勝ち越しました、はいはい、まあロッテの方から言うと、はい、やっぱりしつこい野球がしつこくなってきてるし、また安田を使ったら安田が活躍するとか、はい、まあいろんな、あ、いいところもあり、うん、また佐々木朗希が投げね、6回、まあ、プロ入って最長イニングを6回投げて、はい、まあ、1失点、村上のホームラン、はいはい、初めてプロに入っての初めてのホームランを打たれたということで、ね、それ1打席目に 打たれて、はい、2打席目は三振に取ってるんだけど、そこで打たれたのはまっすぐで、抑えたのはフォーク、はい、フォークで三振を取りましたね。そうそう、はい、だけど俺はまっすぐだけでいってほしかったんだよね。それで三振を取ってほしかった。なんかそういう名勝負がなんかそこで生まれるかなっていうふうに思ってたんだけ ど、うん、なるほど、まだ早いかな、まあ、ちょっと危険な、まあ危険だよね、勝敗を考えた時にね。でこうやっぱりこう経験の差とかもそういうところに出てくるってなると、まあ、なおさらこう安全に、うん、ただね、組み立てていったんですね佐々木朗希の気の強さを知りたかったというかね。ああいう場合っていうのはキャッチャーの要求通りに投げなければいけないものでしょうか。いや、そんなことないよ。首振ってもいいし、うん、うん、でもまっすぐ全部要求したらお前何やってんだってベンチからたら多分怒られると思うんだよな、はい、まあだけどロッテの方はやっぱりしつこい野球、まあそういうのがやっぱ健在だしね、うん、すごかったと思う。でヤクルトの方はやっぱミスが多かったわ。昨日4つ今日2つかな、3つかな、はい、なんていうの、ピッチャーもエラーするしさ、牽制悪送球とかさ、でピッチャーゴロを処理するのにまた暴投とかさ、うん、そうでしたね。だからそういうのでもったいない星を落とした、うん、ね、本当は逆になっててもおかしくないというか、1勝1敗1分けでもいけたかなっていうところ、うん、まあロッテのしつこさで、まあ、やられたという。次、日本ハム阪神、すいません阪神ファンの方1勝1敗1分けというふうに予想はしてたんだけど、はい、まあ日本ハムもまずね、でもこの阪神に対してバントを多投したんだよね、はい、やっぱ打てないということ、うん、で1点ずつを積み上げてって最終的に接戦に持ち込んで勝とうという姿はすごく良かった、はい、だけど、まあ、阪神のその豪快な野球、うん、そういうのにやられたという、まあ投手力も含めてね、はい、で日本ハムの方は中田と磯畑が怪我、それで離脱したということを、はい、すごく、まあ、中田もね一生懸命ファームでやってて上がって、うん、あれはねインサイドのいっぱいの球なんだよ、はい、それをガーッと力で持っていこうとしてて、それで腰に来たんだと思うけど、うん、まあ日本ハムにとっては痛い怪我だし ね、磯畑っていうのも一番に定着するかなと思ってたら、まあそういうハムストリング、
やっぱ足の速い選手に多い肉離れということで、うん、まあ、離脱したという、うん、だから日本ハムはこれからも苦しいなっていうふうに思う、うん、で一方阪神はまあマルテサンズっていう両外国人もやっぱりよく打つし、はい、2番に入ってる中野これが12盗塁失敗なし、はい、でリーグトップタイに並んだんだよね、はい、で近本も走れる中野も走れる、まあ、そういったところからクリーンアップにつながる、うん、でいいよね、はい、で藤浪中継ぎ1イニングだったら完璧だった。だからもうそういうこと考えるとやっぱ阪神やっぱ強いなと思うね、うん、で岩崎岩貞っていうのがさちょっと疲れてきてんなと思ったら出てくるし及川か、はい、及川っていうのもいい働きもしたし、はい、で原口、はい、決勝タイムリーツーベースね、うん、坂本が送りバント失敗したんだよ、うんうん、ノーアウトランナーセカンド、はい、で代打梅野に変えて代打だよもうヒーローですよね、うん、だって梅野ってさ勝負強いって言われてたんだから、はい、それに得点圏で原口を持ってったんだから代打で、うんうん、それがツーベースこれはね後で説明するはいじゃあこれが今日のピックアップのポイントですかピックアップの打席ねはい、はい、分かりましたすいませんでした阪神ファンの方はいで楽天中日これは、ね、はい、的中でしたね的中楽天のやっぱり1、2番がいい小深田、鈴木大地、うん、これが、この2人が6月に入って2人とも4割超えてんだよねうんでとそれに伴って出塁率もいいということで、浅村が1500本安打はいそれはやっぱ浅村はやっぱ打点上げるよね、うん、で、ピッチャーも岸が久しぶりに勝ったしまあ、則本やられたけど、はい、滝中がまたいいピッチングをして中日に勝ち越したとはい、だから楽天はやっぱこう連勝してるだけにやっぱ強い、うんねはいもうまあ、投打とも噛み合いが良くなってきてる、うんねうんではい、中日の方は DH に入っ DH を使う時に、まあ、高松とか滝野とか使ったんだけど、はい、この2人もね1割ちょっとなんだよ、うん、打率が、うん、で福田とかいうのを外して、まあ、足で攻撃しようとしたんだと思うんだけど、はいなんかそれがこう裏目に出てるというかさ、うん、福田を外しちゃったんだよ、うん、福田っていうのは1戦目にホームラン打ってるし、ね、使うかずっと使い続けるかなと思ったら使わなくて、はい、だからなんか打てるんだけど中軸しか打てないという打てるようせっかく打てるようになったのに中軸しか打てないっていうことがなんかすごくもどかしくすごく感じたよね、はいうん、でも当たりでも当たりはい、はいオリックス、はい、オリックスは宮城、はい、13奪三振すごいですね巨人か、ま、6回までのお人だったかな19歳ですか19歳だよもうなんか投げてる姿を見てるとそんな感動があるよね思えないですねで髪型があのキャラクターに似てるというね、うん、昔のオリックスの、ね、昔のオリックスのキャラクターに似てますね似てるよな後ろ髪の感じとかそうそうで山崎福也がまた好投して勝つという、うん、巨人の方はあこれ1分けだったかなで1分けだこれでもまあ当たりだね、はいうん、でも当たりだねこれあこれ丸はいいんだ、まあ、これはこう消しといて、はい、3対3の1分けだったの、はい、で丸は丸ですかこれは丸でいいでしょう、うんはい、なんていうのオリックスのやっぱ投手陣が素晴らしかったのと、はいやっぱ福田の活躍、うん、一番バッターの、はい、それとか、まあ、T 岡だとか杉本、はいまあ、こういうのがやっぱこう活躍したよね、うんまあ、吉田正尚もそのしっかり活躍はしてるんだけどさ、はい、なんか目立ったのが福田とあれだったね T 岡だ杉本、はいうん、でやっぱ宮城と山崎幸也やっぱ左ピッチャーが巨人に好投してるんだよねうんでやっぱ巨人って相対的に言えば左ピッチャーに多少弱い部分があるねだから巨人がまあやられた感じになるんだけどで巨人の方は原監督が大したもんだなと思ったのが、はい、9人使って引き分けたんだよね1戦目でもう容赦なしに使ったわけ、うん、でも勝てるという試合はリスクを伴っても取りに行かなきゃいけない、はい、で今日は6対0で負けたんだけど2人しか使ってないピッチャー高橋優希と田中、はい、負けると思ったらもう他のピッチャー使わないでリスクを伴わない負けるときはだからこういうことがやっぱ監督として
長いシーズンを考えた時に9人使って引き分けたというのは負けるよりは引き分けた方がいいからさ、うん、でも負ける時っていうのはもうつぎ込んでつぎ込んで、あ、負けたっていうんだったら疲労しか残らないけど、だからまあそういうところはすごく大したもんだなと思ったけどね。ただね、吉川が今日の試合骨折したんだよ、はい、明日から坂本が戻ってくる。でも坂本が戻ってきても吉川がいないってなるとさ、またベストメンバーが組めなくなっちゃうんだよね。どうしてか怪我人がすごく多いイメージです、あの全体的にですけど。そうだよね、うん、まあだからこれもまあ一応当たりということでね。でソフトバンク広島、はい、ね、これは、ま、あれだけども広島がねこの数字を見るとよく頑張ったなと思うよ、うん、ソフトバンクに2分けに持ち込んでるわけだから。でもその中であのソフトバンクの方はマルティネスはいいね。で今日投げたレイっていうのもいいんだけど、マルティネスっていうのはさ日本ハムで2勝ぐらいしかしてないの、はい、でも月間 MVP なの先月の、はい、4勝して、うん、で日本ハムの使われ方がさ中継ぎやらされたりだとかさいろいろやってたんだけど、もうソフトバンク来たら先発で1本で使ってるわけ、はい、そしたらこれだけの力があるんだよね、うん、だからソフトバンクの方は広島に対して先発陣が揃ってきたなっていう、そういうことを感じさせてくれた、うん、まあ武田、マルティネス、レイっていうようなね、はい、そういうもう本当に勝てるピッチャーが揃ってきてる、はい、で広島はやっぱりね苦しい、コロナの影響があってっていうこともあるし、やっぱり前のカードも森下が勝ちがつかない、この試合も大瀬良に勝ちがつかない、玉村っていうのが投げてて好投してて、はい、それも勝ち投手の権利を消されたという、うん、だからやっぱ苦しいけど頑張らないとね広島もうちょっと、はいね、もう戦力的にはだいたい揃っては来てる、揃ってきてるけど、はい、まあ元気がない。でもその中で栗林ね、22試合連続無失点、はい、まあ、球団記録を作ったよね、はい、だから大したもんで、西武で忘れてた平、そうです、日本記録無失点、はい、素晴らしい記録が生まれました。そうだね、31試合無失点、はい、田島と並んだんだよね中日の、うん、でやっぱ大したもんだよね、はい、で最初はさまっすぐのイメージがあったんだけど、最近は変化球をこう、うん、使ってきてるというね、変化球もうまく使い出したという、うん、それを引き出してるのが森、まあ勝ちゲームでキャッチャーを変えないっていうことはこの動画前の動画でも言ったと思うんだけど、だけど平に森を持ってきたんだよね、うん、だからここら辺はねなんか辻監督がすごくうまいなと思ったよね、うん、うん、だからうまい使い方をしたなっていう、はい、それでこれからはさっき話していた代打のあり方、はい、梅野変えて原口、梅野も調子悪いんだけどさ得点圏打率がすごいですよね、5割超えてた時があるんだよ、はい、ね、それに変えて原口ね、でまあ各球団代打っていると思うんだけど、やっぱ代打の基本は勝負強いか勝負弱いかっていうね、はい、もうそこだけで出てくるわけですし、そうだね、もうそうやって出てくるってことは必ずチャンスっていうケースがそうほとんどですよね、うん、でピッチャーは杉浦、はい、まあ日本ハムの抑えだよね、はい、書いておきますか、バッター原口、はい、でキャッチャー石川、はい、キャッチャーこの選手もいい選手なんだけど、うん、若いんだよね、はい、でどういう攻めをしたかというと、まずこのグリーンがスライダーにしますね、うん、1球目スライダーボールで原口見逃しで2球目ストレート、はい、ボールね、この時ね原口って1球目は 100% でどっかに絞りを入れてるんだよ。どこに絞りを入れるかっていうと、例えばこういうところにまっすぐが来た時だけ打つと振るとか、そういう細かなもう狙いを定めている、1球目はね、1球目はい、でまあ逆にスライダーを1球目から狙ってると、狙ってるから1球目のこのグリーンのスライダーを見逃せたのかもわからない、うん、だからあ2球ボールになったんで、このバッテリーはどう考えて攻めてくるんだろうというところで、はい、なんで取ってくるか、一番の問題は、はい、スライダーでストライクを取りに来たんだよね、うん、あそうか、
そういうことか、スライダーなんだなっていうことで次に投げたのが、この時点で何を待ってるかわからないよ原口は、はい、次のボールで待ち球がはっきりしたんだよ俺が見てて。ここにまっすぐでもう本当にねストライクかボールか、俺はストライクだと思ったんだよ、はい、でも審判ボールって言ったんだよね。これで結局 3-1 になってしまうんだけど、はい、この見逃し方が原口はピクリとも動かなかった。あ、このスライダーで取ってきてる、スライダーでしかカウントを取れないなというところで考えがもう決まったと思うんだよ。このボール3、このストライクを見逃したことによって、はい、これもピクリとも動かない、うん、あ、これスライダー待ってるわと思ったの、はい、そしたら 3-1 からだったら一塁ベースが空いてるわけ、はい、まあ歩かしてもいいわけよ、はい、でも近本だから次、でもどうしてもこれは打ちたい、打ち取りたい。何投げたかっていうとスライダーで取りに来て、これをもう完全に狙ってた。それがこうバッテリーの中ではないんですか、うん、原口選手はスライダーを待っているっていう風な予想はなかったということですか。いや、これを見て、はい、この見逃し方、ピクリとも動かない見逃し方を見て、はい、石川が気がつかなきゃいけないよね。あ、これはスライダーを変化球を待たれてる、だからもう一球まっすぐを投げても振らなかったと思う。だから石川がちょっと若いんだよね。やっぱりキャッチャーって洞察力だとかバッターの動きだとかそういうのを見てやっぱ判断をしなきゃいけないんだけど、はい、杉浦はそういう見れるタイプじゃないんだ。だから石川が考えてやらなきゃいけない。でスライダーをで取りに来たの。それを見事にレフトオーバーを打って決勝点を叩き出したと。だから原口も見事だけどさ、うん、やっぱこういう駆け引きが打席の中で行われてる、うん、だから1球の見逃し方、あ、見送り方、1球の振り方、はい、それを見て何を待ってるかということをやっぱ察知しなきゃダメだね。だからこれはやっぱ石川にとっていい勉強になったと思うし、はい、やっぱ決勝点を叩き出してきた原口っていうのはやっぱ大したもんだなっていうふうに思ったよね。まあこういう代打がいるっていうチームはやっぱ頼もしいよ。そうですね、まあ、優勝するためにはやっぱレギュラーメンバーの以外にやっぱこういう勝負強いバッターがいなきゃいけないということだよね、はい、まあそういうことでした。はい、はい、これがもうこの打席で、はい、いろいろと読み解けた代打のあり方というか、だから、はい、見方としたらさ、はい、その代打が出てきた、まあ他のバッターでもいいんだよ、うん、普通に出てるわ、見逃し方で、あ、何を待ってるとか、この原口のタイプは一球一球で狙い球を変えないということで、うん、やっぱこういう伏線があってこれはスライダーって決めるタイプで一球一球変えるタイプもいる。そうするとこの後もうまっすぐしか投げてこなかった場合っていうのは、うん、どういう風になったんですかね。打ち取れたと思う。打ち取るにはここが必要だったんだよね。最終的にここがストライクになってここでまっすぐ持っていってたら多分打ち取れてたと思う、うん、でもそうはいかないんだよねなかなかねはい、ということで、はい、予想しましたよ、はい、次の予想ですね、はい、次が最終節になります。はい、はい、じゃじゃんということで、じゃじゃんということで、はい、ね、はい、西武対中日、はい、今度あれですね、パリーグの本拠地で、まあ、あの前回もそうだったんだけどね、はい、パリーグが続いて DH 制、 DH 制がありますね、うん、で西武対中日、中日、まあ、先ほど打てないって言ったけど、なぜかというとやっぱ投手力で DeNA のピッチャーを打ち込んだかもわからないけども、中日のピッチャーはそんなに打ち込めない、はい、で若い選手はいいピッチャーをどれだけ打つかっていうのは楽しみにしたいけど、はい、やっぱ中日のピッチャーの方がまだキャリアとして上回る、うん、今でもちょっとチームの勢いとかっていう部分ではなんとなく、まあこっちででも中日もなんとなく点は取ってんだよそうですね、うん、だけど、はい、やっぱりこうそれでも中日のやっぱり野球ってピッチャーだからさ、そうですね、だからまあ勝ち越すんじゃないかということなんですよね。でロッテ、巨人は絶不調、まあ、坂本が戻ってきて雰囲気が変わるかもわからないけども、はい、吉川が抜けた。でロッテはやっぱしつこいで点の取り方がうまくなってる、はい、ね、まあ、そういうところで2勝1敗、はい、
で、日本ハム DeNA、うん、1勝1敗1分け。よくわからない、DeNA は。でも、オースティン次第で。そういう1勝1敗1分けですか、うん、オースティンが、やっぱ戦列に戻ってくれば、やっぱ4番が抜けるとさ、やっぱ得点力が落ちるよね、うん、どうしても。まあ、そうなってくると、うん、やっぱり日本ハムって伊藤も投げてくるだろうし、はい、ルーキーのね、あのピッチャーいいからね、はい、まあそういうことから考えると1勝1敗1分けぐらいになっちゃうかなっていう、でもう栗山監督が必死なんだよ、もうバントやってなんとかして勝たそうとかさ、まあ、そういう苦心が、まあ、実を結んで1勝1敗1分け、はい、で、オリックス広島、オリックスの3連勝って書こうかなと思ったんだけど、まあ広島もそろそろ1勝するだろうと思って、まあそれでもオリックスが勝ち越すというふうにね、まあ思ってるんだけどね、はい、面白いのは楽天阪神、楽天の2勝1敗 2チームとも調子はいいんだよ今ね。だけどマー君、早川、はい、投げてくるし、はい、まあ、マー君もそろそろ勝ちがつくんじゃないかなっていうような、そんな気もするしね、まあ青柳、伊藤とかも投げてくる、はい、ルーキーのね、まあだからまあわかんないけど、まあ楽天の方が、まあ、本拠地だし、まあ、勝ち越すかなっていうふうに思ってる、はい、はい、でソフトバンクとヤクルト、はい、ヤクルト、それなぜかというとソフトバンクがやっぱり広島に手こずった、はい、ということはやっぱ状態的にはあんまり良くないんだよね、やっぱり。で広島ってさ、本当に今状態良くない、うん、まあ、そのチームに1勝しかできずに見分けしてしまったっていうのは、はい、ヤクルトはやっぱり許してくれないと思うんだ。やっぱ打撃好調だもん。だからそういう意味ではヤクルトがここは勝ち越すかなと、うん、でもトータル的にセリーグが2チームしか勝ち越せない。ちょっと今の時点でパリーグが勝ち越してきて、ね、2勝勝ち越してるよね、はい、だからまあ最後にやられるかなっていう、はい、まあそんな気がしますよ。順位が入れ替わりが結構忙しい感じですけど、うん、まあ今1位が楽天かな。楽天オリックス、楽天オリックスですね、はい、いやだからここオリックスと楽天、ここら辺は見逃せないよ。そうですね、うん、なんかしばらく中日 DeNA がこう、そうだね、首位にいたのがうん、そこがちょうど3位4位というふうになって、うん、で5位に阪神、ロッテ、ヤクルト、ソフトバンク、西武、巨人、うん、日本ハム、広島という感じですか。まあまあでも、うん、この2チーム逆転でここかなっていうような気はするけどね。まあまあどうなるか最後ね、楽しみにしたいけども、はい、順位の動きもあれば、うん、セリーグ、パリーグでどのようになっていくかも含め、うん、でね、巨人が頑張らなきゃいけないのはもう阪神にあっという間に6ゲーム差つけられてんだよね。そうなんですね、1位と2位がここの順位の入れ替わりだけではなくて、うん、そう、いやだから巨人本当頑張らないともう阪神の一人旅になっちゃうっていう一人旅になっちゃいますか、うん、そうそうそうだからまあ交流戦もそうだけど、はい、レギュラーシーズンの順位も考えて、うん、やっぱもうしっかり戦ってね、まあみんな戦ってるんだけどね、はい、まあ頑張ってほしいと思います。最終戦楽しみですね、最終のカード、まあ楽しみにしてください。はい、はい、ではまた、はい。